はい、皆さんこんにちは。今日はですね、お尻、ヒップラインをこう綺麗に見せるようなトレーニングをですね、紹介したいと思います。やり方は3つありますので、今からやってみますので待ってください。まずはですね、お尻の後ろの筋肉を意識するやり方です。まず、足をですね、後方に上げるだけなんですけど、45度、左でやってみますね。このまんま足をこっちに上げる。その時に体を反る、背中を意識するのではなくて、お尻の筋肉、この筋肉で足を後ろに持ち上げる。45度ぐらいです。で、5秒キープします。3、4、5で、また戻します。で、それを交互に上げて、お尻の筋肉して2、3、4、5の繰り返しですね。これを5秒停止して下ろす。反対も5秒停止して下ろすを10回繰り返してみましょう。そうするとちょうどお尻の真ん中ぐらいですね、この辺の筋肉を意識します。次はですね、横側、中殿筋って言うんですけど、中殿筋を意識したトレーニングです。ちょっと後ろ向きますね。足をですね、横に上げます。やり方は一緒です。このまんま横に45度まで上げます。2、3、4、5で、また下ろして、今度は反対の方に上げるわけですけど、45度で止めるというのを意識します。次に大体この辺の筋肉ですね、意識できると思います。で、これが45度よりも上に上げるように意識すると脇腹にもきますので、ぜひやってみてください。普通は45度で構いません。45度を横に上げて3、4、5で下ろして、反対も3、4、5という形で、これも10回やってみてください。はい、もう一つですね、以前ね、紹介したと思うんですけど、ランジ、前に足を投げ出します。このままスッ、その時に前に行った足がちょうど膝が90度で曲がるやつで、また戻す。もう一回やりますよ。このまま90度で、すぐ戻す。で、この反対90度、すぐ戻すというような形。この時に正面に行きますけど、体がぐにゃんとぐにゃんとか曲がらないように、手腰に当てましょうかね。このまんま前に行くんです。腰が安定するから戻す。ぐっ戻す、ぐっ戻すというふうに、これも交互に10回やってみてください。で、これやるときにですね、膝が悪い方は結構踏ん張らなきゃいけないんで、歩幅を狭くするかしてやってください。あまり悪い方はやっぱりこれは避けた方がいいと思いますので、膝が何も問題ない方は今みたいにランジをこういう形で10回やってみてください。以上やった3つのパターンですね。まずは後ろ、横で、今やった前、このパターンですね。これを3つ、10回やりました。これいつでもできるんで、いつも言ってるように10回を1つの組で3セット、それを3回りぐらいしてみてください。はい、ということで今日は終わりにします。